はい、山本町でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。ということで、自由民主党総裁選、石破茂さん、本当おめでとうございます。全然ね、こう、なんかそもそも出馬できんのかっていうところからね、こう、ガーッと伸びていって、まあ、最終的には、こうね、決選投票、ああいう形で勝ってですね、まあ、よかったなと思いましたね。あと、まあ、対抗になったね、高市早苗さんも途中まで頑張ってほしかったですね。まあ、いろいろ言いたいこといっぱいある人いると思うんですけど、まあ、これはこれでね、その厳正な結果として受け入れてですね、さあ次何をしようかってことを考えなきゃいけないかなと思うんですよね。で、やっぱりその人事と、あとその、いつ頃ね、解散総選挙やるんかっていう話のね、コンセンサスどこに持ってくるかって割と重要なところだと思うんですけど、まあ、ついさっきまあ、おむねこうね、党四役人事、まあ、一通り出てですね、高市早苗さんが総務会長を蹴るっていうのは、まあ、それは蹴るよなと思ってるんですけどね。で、まあ、ちょっとね、前回のその、茂木博道さんがね、岸田政権において幹事長職でああいうことをやらかしてですね、まあ、免除腐敗の最たるもので、まあ、いろいろ最後までいろいろ揉んでくれてですね、まあまあ、本当ね、総裁選ではまあ、ちょっと残念ながら会の方沈んでしまってね、彼本来のその実力にはちょっと程遠いような結果になってしまったんですけど、やっぱその幹事長っていう職がいかに重いかですよね。だからその高市さんのおじさんもその幹事長だったら受けるわみたいな話をどうもされたようだったんですけど、まあそこはね、さすが難しいよ。まあ森山豊さんですよね。まあ本当こう、党人派の中ではこう、暗い、人心を極めるぐらいの勢いで、まあ上がってってですね、本当党務の中で言うと、まあ人本当エキスパートなんでね、今みたいなこう、まあ自民党のその支持率もなかなか上がりきらないようなところでですね、幹事長になるというのは非常に重要なことなのかなというふうに思うので、まあ党の後期粛清等々の陣頭指揮をやるのが、まあ森山さんの最後の課題になっていくのかなと思うんですよね。まあその点で言うと、そのね、まあ、選対本部長にこう小泉進次郎さんがまあなんかね、どうしても十一郎って言っちゃうね、小泉進次郎さんがですね、就任されてですね、我々でまあそういう感じで考えていたんだろうなと、最初からね、こう人事の構想としてそういう形でね、そう選挙の前面に立って、自民党のね、こう、まあ、地方票をしっかりと掘り起こしてね、議席を守っていくんだっていう石破さんらしい、なんか手堅いね、人選だったなという思うんですよね。一部でやっぱりこう、まあね、重要閣僚の一角で、その、まあ、経験を積ませて、その、石破さんの後継として指名するんじゃないかっていう噂があったりとかね。あと、今回副総裁になれた菅義偉さんがですね、まあ、やっぱり小泉さんをですね、まあ、前に立てたいっていうのをかなり言ってたらしいんですよね。ただやっぱ、まあ、あの辺のね、その、圧力というか、気殺をやっぱ、つらつら聞くとですね、やっぱなんだかんだその、石破茂さんは、その、まあ、菅義偉さんの言うことを聞くつもりはないんだと思うんですね。もちろん聞くんですよ。聞くんだけども、その通り動くつもりはなくてですね、菅義偉さんがいろいろ人事のことをね、人を介して、石破茂さんに、まあ、申し入れをしたりとかしてるらしいですけども、まあ、基本的にはその参考にする程度で、まあ、原則その、まあ、みんな、自分たちで考えますんでって言ってなんかお断りしてるような話を聞こえてきてですね、まあ、それは、ある意味ね、ちょっと脳梗塞やらかしてる分だけ、菅義偉さんからするとその最後のね、まあ副総裁としてまあある意味その麻生太郎さんの後ですから何て言うんでしょう、こうね、引退する人枠みたいなちょっとなっちゃってますよね。まあその辺の難しさってのはあるのかなと思うんですけど、ただ一応そういうところに来たなというふうに思いますね。で、まあ、ちょっと今の段階でまだね、閣僚人事全部は出てないんですけど、まあ、官房長官に林芳正さん、まあ、手堅いですよね。まあ、留任ということで来たなと。で、それで、まあ、財務大臣が、その、加藤勝信さんになって、まあ、このあたりもやっぱり順当だと思うんですよ。ちょっとカレーの食べ逃げっていうか、食い逃げされて、かわいそうってなんですけどね。一応、加藤勝信ファンとしてはですね、誰で裏切ったやつっていうのはね、ちょっと、ふつふつ思うところがあるんですけど、まあ、ちょっとね、その後の報告会でね、なんか、本当21人いるじゃん。数千人20人と、あと加藤勝信さん本人で21票あるはずなのに、入ったの16票だったんですね。だから5人どっか行ったぞって話だったんですけど、後になって、青山茂原さんかなんか、僕1回目加藤勝信入れましたけど、じゃあ裏切ったやつ6人じゃねえかみたいな話だったんですね。まあ、これはこれでまあ、なんか見てるとね、やっぱこう、まあ、引きこもごもってわけじゃないけど、まあ、どういうことやねん。でまあ、とはいえですね、一連のね、やっぱ9人の中ではですね、やっぱ林芳正さんと加藤勝信さんってやはりその政策を論じさせたいとか、まあ、具体的な手続き論だとか、その官僚からのそのまあね、ある程度のこう、信望みたいなものから考えるとですね、やっぱダントツの2人だけですよ。で、この2人がその、まあ、選挙をやるにあたって、挙党一致でこう、まあ、挽回していくぞって言った時には、ワンツーをやらざるを得んのだろうなと。でもそういった意味で言うと、官房長官に林芳正さんが来て、財務大臣、まあ、いわゆるその政権の要としてね、財務省出身の加藤勝信さんが来るってのは、まあ、これはまあ、いや、一つ重要なことなのかなと思いました。で、そうなってくると、あと財務大臣とね、外務大臣と経済産業大臣どうするのっていう話にもなってくるし、あと総務大臣です。このあたりのポストどうするのってことなんですけど、これはまだちょっとわかんないと。で、おそらくその、
まあ、ユンヤさんが防衛大臣になるんだとするとですね、じゃあ総務大臣誰やねんっていうところですよね。で、まあ、その平正明さんの名前があったりとか、まあ、僕なんか小林文明さんとかね、論功行賞でもういいんじゃないかっていうふうに思ったりするんですけども、まあ、その他の名前上がってくるのかなと。で、まあ、ちょっと今回やっぱりその武田良太さんとかね、あれだけ置いてあったわけなんで、まあ、さすがに今回一回休みでしょみたいな話になると、まあ、選挙に強そうな、フレッシュな人を、まあ、重要な役職につけてですね、まあ、石破さんがその若手を盛り立てているというような形で、その政権拘束のは僕はいいなというふうには思いますね。はい。まあ、そこら辺はどうなのかなと。そのあたりで言うと、あと文部科学大臣、国交大臣、まあ、国交大臣は斉藤さんになりましたけど、まあ、斉藤哲夫さんでやってもらって、で、まあ、あとその、まあ、割と重要なのは、さっきの消費者大臣とデジタル大臣ですね。で、消費者担当者をどうするのっていうのは、まあ、ここら辺で、ね、もう本当は僕ここら辺にこう、小泉さんが来るんじゃないかというふうに予想してたんですけども、まあ、党務の方でね、選挙が汗をかくって話になったんで、まあ、割と消費者大臣目立つんで、まあ、消費者担当大臣目立つんで、まあ、それ誰やるのと、あと、配線処理の五輪大臣ですよね。五輪担当大臣どうするのっていうところが、まあ、非常に興味があるなと。まあ、あとその、まあ、財金政治化、行政改革、まあ、あの辺のところでどこ、誰が来るのかなと。あと、男女参画、あと、北遊ですよね。このあたりのところで、その名前があって人をちょっとこうね、こう、石破さん本当にこう、起用しきれるのかっていうところで、組閣の苦しみみたいなのが今後、1日2日ぐらいで見えてくるのかな、というふうに思っています。まあ、その点で言うとね、今回のその9人出た中でですね、やっぱりその、残念ながらその河野太郎さんがブービーということでですね、多分その、まあ、一回休みっていうかその、もうチャンスがないんじゃないのぐらいの感じだと思うんですよ。もう彼も60で前半なんでね、その2回3回チャンスあるかねって言われると、まあ、なかなか微妙なところだと思うんですけど、ただ、それこそ2008年からずっと出続けてきて石破茂さんがね、5回目にしてついに、総理大臣になったと考えるとですね、諦める必要はないとは思うんですけど、ただちょっとこう、性能の下がり方がきついですよね。それこそその、ま、前回のね、こう、総裁選で、その、岸田さんと最後の決選投票を争った、河野太郎さんがですね、まさかその下が2番目に沈んでね、下には加藤勝信しかいないぞぐらいの、枯れ国芸のやつに、こうね、やや上回ったぐらいで収まっちゃうと、これはさすがにまずいよね、というような話なのかな、と思うんですよね。で、その辺のその、ま、人間関係のやみたいなところで言うと、やっぱこう、石破茂さんっていうのは、今までその、党員票で勝ってたけど、決選投票で、まあ、党員票のね、割合が低いので、議員票でやっぱひっくり返されて、まあ、ある種その、ね、他の議員からの声望は低いもんだから、もう消化を打つ人だからやめてくれみたいなことになってですね、で結局その、まあ、安倍晋三さんにまくられて負けたりとかですね、今までそのそういうその審査の舐め方してた、今回はですね、やっぱ相手が高市早苗さんだったんで、やっぱその高市さんこのままね、総理大臣していいのかって、結構いろんなところ出たわけですよ。で、もちろんね、応援してる人はものすごい熱心応援してるわけなんで、まあ、その点で言うと、その、いわゆる古き良き自民党を愛してるね、ややその、こう、真ん中から右側の人たちの中でも、こう、割とああいうその高市早苗さん的なものが好きな都市に住んでる方はですね、やっぱ応援するわけですよね。なんだけど、やっぱ今回メディアもね、その、高市早苗さんはちょっと冷淡だったなと思うんですね。で、そこら辺で、本当はもっと、こう、まあ、なんていうかな、こう、まあ、上積みがあるような票があったのかなと、と思ったんですけども、結果的にはそこら辺がうまくコーディネートできなくてああなってしまったと。あともう一個これ、まあんまあ他のメディアに出てこないですけど、割とアメリカ大使館がですね、その、ちょっと今回介入してきたんじゃないのっていうのはちょっと思うんですね。で、やっぱ高市さんになれると困るっていうのは、その、なんか言ってますんでね。で、その点で言うと、その、まあ、どっかの陰謀論者がジャパンハンドラーとか言われて、で、あんなのないんだけど、ただその、やっぱりこう、日米関係の今後を考えるとですね、高市さんみたいにこう、まあ、ある意味予定調和を壊すような人がね、まあ、ある意味その、こっち側にその、もしかしてトランプが来るかもしれない、ハリスが来るかもしれないって、ガタガタしてるところですね、こっち側も高市さんですって言うと、もう完全に崩壊しちゃうじゃないかっていう心配をする人たちって、やっぱ日米関係を担っている人たちの中では割とコンセンサスだったと思うんですよ。で、しかも本人はですね、その安倍さん後継だと思い込んでるもんだから、安全保障は私詳しいのよという話をどうしてもされてしまうんですね。で、まあもちろんね、その、まあ彼女の周辺にそういうの詳しい人たちもいるんだけども、でもやっぱりその本当の意味でのその、まあ日米の基軸をね、その外交面で担っていけるような人ってやっぱまあ数えるほどしかいない中でですね、でそういう人たちが高市早苗さんが総理大臣になった時支えるかって話ですよね。まあ残念ながらそうはならないんだろうなと思うとですね、アメリカ大使館のその憂うていた内容っていうのもわからんでもないのかなというふうに思うんですよ。まあそういった点で言うとね、その、ちょっと今回の陰謀論者のね、そのジャパンハンドラーの介入によりみたいなことをね、とうとうと言ってるじゃないですか。で、まあちょっと前までだったら何言ってんだお前とかってね、こう馬鹿にしてたんですけど、さすがに今回のアメリカ大使館のね、人たち動き見てるとですね、なんかこう、いや、まあ皆さんこう、頑張ってますなみたいな感じになるんですよね。あ、そんなにやっぱり皆さん、誰が良くて誰が良くないってことをよく分かって行動されてたんだなみたいなことを、まあ、今更のように感動するところだと思うんですよね。別にあれ僕
ジャパンだろうとかじゃないと思うんですけどね。まあ、それはいいですけど。で、その中で、ちょっとこう、あんまり議論ならないので、論点が二つあって、で、片方が対公明党ですね。で、今回その公明党大会で、新総裁になった、石破茂さんがちゃんと言ってですね、まあ、自公関係は大事だっていう言ってくれたんで、まあ、それでなんとかなったなと。あと、その絡みで言うと、その金融関係も含めて、その公明党さんとは随分これからタグ組んでやっていくんだみたいなことを、まあ、他でも言っていたので、まあ、そこら辺はちょっと安心かなと思ってますと。まあ、本当、自公関係を築け、続けた方がいいと思っている自民党員って、まあ、マジョリティであるんだけども、そうでないと思っている人たちもそれなりにいるのでですね。まあ、そういう人たちが、その、まあ、あれこれ言い出さないように、こう、うまくね、総裁が、その、早めにこう、先手打って公明党との関係大事だよと言ってくれたのは、まあ、非常にポイント高かったのかなと。まあ、金融関係もそうですよね。まあ、そこら辺で、まあ、公明党さんと、まあ、こういう形で、その、ちゃんと強調して、その政権運営をしていくんだっていうことが、まあ、コンセンサスとして出たのは良かったかなと。思います。で、もう一個は、その裏金議員どうするのって、これも若干公明党に絡むところなんですけど、で、これの非公認をするかしないか、まあ、一部その政治資金規正法、政治資金収支報告書の未記載っていう言い方をしてるんですよ。まあ、裏金ですよね。で、裏金の問題がやっぱりこう、まあ、まだ国民に怒ってるのでですね、で、実はその、まあ、だーっとその下がってね、今年の1月2月くらいからだーっと下がって、26% ぐらいまで下がって、で、今34%ぐらいまで戻ってきた自民党支持率が、もともと41にあったんですよ。やっぱり8ポイントぐらい下がったまんまなんですよね。で、そういう人たちってみんなその中道に行ってるんですよ。支持政党なし行ってるんですよ。で、それを戻してくるっていうことに対しては、やはりその石破茂さんで本当にね、こういけるのかみたいなところをこう考えたときにですね、やはりそういう問題を起こした元々の議員のその、まあ、党内処分に対して、どういう厳正な対応するのかっていうのは非常にこう、まあ、問われるところだと僕は思ってるんですよ。で、そこは選挙になったときに、やっぱりその公認しませんとかね、まあ、要は、お前無所属で出ろというような形をですね、石破裁定でやるかどうかってものすごく重要なポイントだと思うんですよね。もちろんそれで落ちてしまう人もいるだろうし、まあ非常にね、こう、まあ、それで政界引退に追い込まれてしまうような人もいるのかもしれないけども、ただ、やっぱり、岸田文雄さんが自分のその派閥、宏池会を解体させてまで今回のような流れに持ってって、最終的にはそのいろんな派閥をね、首級を逃れて9人も総裁が立った結果、石破茂さんがね、勝ちましたと。で、その時の話の中身で言うと、やっぱり裏金問題ってのはもっとそのね、大事フィーチャーしてですね、政治と金の問題をきちんと石破茂さんがね、選挙の時にこう自分から述べて、それの解決をしっかりやって、自民党へのその信頼回復するみたいなことをやらないといけないんじゃないのみたいなところを考えるとですね、やはりその、まあ、ちゃんとした処分をそのどういう形でそのもう一回やるのかっていうのは考えるべきだろうし、で、そこにこうどうも岸田文雄さんとね、あと森山豊さんと、まあ、石破さんの間でいろいろ話し合いをするんだみたいなことが聞こえてきていたのでですね、その点はその岸田裁定の中で行った当時、党内の処分に加えて、プラスアルファで何かをするってことも今後考えていくのかなというふうに思いますね。で、そういった点で言うと、本当高市さん勝たなくてよかったなと思うわけですね。いや、別に高市さんがダメだとかじゃなくて、やっぱその高市さんの推薦人の半分以上の裏金議員だったってことを考えるとですね、やはりその政治的なね、こう信頼を取り戻す時のその旗頭として、その高市さん、あいつさんっていうのは、まあ、いかにもまずいわけですよね。で、そこは、その、まあ、都市部で住んでる人たちは、その、まあね、そんなにこう、まあ、政治と金の問題だってそういうことあるんでしょうと。で、それはやっぱりこうね、政治をやっていく上で必要なお金をね、議員が集めるんだから、それはしょうがないんじゃないのと思ってるのは多分都市部の人たちだけで。実際にはその、本当の選挙のその足場を支えているようなね、人たち、特に地方で住んでらっしゃる方っていうのは、やはり残念ながらね、その裏金議員っていうのは許せないという声って、まあ、ヒアリングするといっぱい出てくるんですよね。で、それもその1割や2割ではなくてですね、やっぱり4割近くの人たちは、聞かれれば裏金議員は問題だというふうに答えるわけですよ。で、そうなってくると、そのなんだかんだそこら辺の解決をしないまま、解散総選挙に突入してしまうとですね、まあ大変なことになってしまうので、早めに石破茂さんが先手を打つような形で党内処分の追加をやるんだっていうことを言ってくれた方が、本当は自民党としてはいいんじゃないかなと。で、そこら辺の話をすると、自民党のは当然ガタガタするんで、そこのどうなの優先選挙と一緒で、そこにフォーカスが当たれば野党は困るわけですよ。自分たちの方にこうね、アイボールがいかないのでですね、それはもう当然のことが、その自民党内の問題として、ちゃんと我々、石破茂さんがね、こう、俺が処分するんだって言って、みんなやめてくれよ、ちょっとそれはやりすぎだみたいなことを、ワイコラやってって、じゃあお前らは非公認だみたいなことをやってくれると、みんなわーってなるんですよ。で、それで、自民党は勝てると。
いうことをやっぱりその考えてですね、そのまあ選挙戦に突入してほしいなということで、で、結果はやっぱりその前倒し論出るんですよ。で、前倒し論っていうのは、その本当にするべきかどうかっていうのは、僕は補正予算組む組まないっていうのは非常に重要なポイントだと思うんですよ。それは能登半島のね、こう、まあ、地震があって、さらに今回洪水があってね、非常にそのまあ、能登の人たちは苦しい思いをしているので、そこの復興に対して、ちゃんとしたね、小規模というか補正予算組んで、そこからその解散をね、保証をつけてやるのは、みたいなことを言ってるのは、まあ、当初のプランだったと思うんですけど、正直こう、まあ、スタートダッシュでね、スプリントで行くんだと、いうのが多分石破さんの考え方だと思うんですよ。で、そこは、まあ、要は、11月10日っていう目線でね、11月3日お休みなんで、まあ、11月10日で、その、まあ、投開票日を持ってくるっていうようなことをやるとですね、やっぱりなんか3週間入ってしまうんですね。やっぱその所信表明演説、まあ、党首討論みたいなのあって、で、まあ、そのあたりのところも含めて、もう解散と冒頭で言うと。いうことで、まあ、行くとやっぱ、まあ、10月15日に、まあね、告示があって、まあ、10月の29ですか、まあ、そのあたりでその投開票っていう線で行きたいって言われると、まあ、そうなのかなと思いますよね。だから、そうで言うとやっぱ10月の9日、8日9日ですかね。そこら辺がそのね、解散っていう話ですよね。まあそうなってくるとね、路地どうするんだろうって。そこでこういきなりね、冒頭にも申しました、小泉進次郎さんがですね、選対本部長がですね。まあなかなかどうするのかな。まあなんか、これちゃんと路地やってほしいですけどね。まあそこら辺でこう、どういう形であるのか。で、今回のね、自民党員のその、まあ封書を送るやつにもドタバタしたのでですね、そこら辺のそのど真ん中やるその職員の数をやっぱ増やさなきゃいけないし、あと党員名簿がね、やっぱなかなかうまく整備できてないとか、いろんなその選挙上の課題っていうのは自民党の固有のものがたくさんあるのでですね、まあ、そこら辺のところをうまく踏まえて一応やっていければいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあもう、まあ自分以外の誰かやると思うんで頑張ってねと、ということと思いますけどね。まああとはその官邸人事ですね、ちょっと余談になるかもしれないですけど、その、官邸で頑張る人どうすんのよっていう話ですね。で、まあ、立花慶一郎さんとかね、名前上がってて、まあ、実際なられると思うんですよ。まあ、そこら辺で言うと、その官房服はいいと思うんですよ。で、服が結構走り回らなきゃいけない事案がね、ものすごくたくさんあるので、あと青木和彦さんが出てこられるっていうことだったんで、ちょっとそれやっぱね、地方シフトですよね。うん、よくも悪くもその地方のその目線をしっかりと担える人を服に置くんだっていう、まあ非常に明確なメッセージで、まあその点で言うとそのまあ石破さんらしい手堅さみたいなものも感じつつですね、ただその服っていう仕事はですね、もうあらゆるジャンルのね、政策を担うわけなんで、あとその個別にそう補佐官を置いたりとか、あと総理室に調整官を置いたりとか、まあ一部戦略官がいたりとか、まあそういったというのところでそのつかさつかさでこうまあグリップできる人をちゃんと置いて、まあ政権運営していかなきゃいけないっていうのがまあ今ちょっと非常にこうまあ重要なポイントになってきたのかなと。で、ちょっと残念ながらまだそのね、こう石破茂的官邸のそのまあ仕組みみたいなことをその構築しようみたいなことの動きがないのでですね、みんなこう結構あれなんかまだ話始まんねえなぐらいの感じですよ。まあ昨日の今日なんでそらしょうがねえだろうって思う気持ちが、ただ方針ぐらいは出してくれるなっていうのはまあみんな思ってるところじゃないですかね。まあ、そこら辺はそのまあ日曜日を終えて一段落したところでこんなね、こんなペーパーが来るんじゃないかなと。何書かれるんだかよくわかんないです。まあ、とりあえず書かれたあれだなと思いましたね。あと、まあ、ちょっと余談の余談ですけど、なんか、ほんと、党がね、こう、Google フォームかなんかで、お前のやりたい、その、ポジション、その、ちゃんと書いて送ってこいよ、みたいなのが来てですよ。なんか、これいいのかなってか、普通にスプレッドシートやんけ、みたいな感じだってですね。なんか、先進的なんだか雑なんだかよくわかんないって感じですよね。まあ、いいんすけどね。いいんすけど、なんか、もうちょっと、その、なんか、重みというか、その、なんか、あっていいかなと思いましたけどね。はい。どうもありがとうございました。失礼します。